情報通信環境が整った観光地や地方などに滞在しながら仕事をするワーケーション。仕事という意味の英語ワークと休暇という意味の英語バケーションを合わせた言葉です。普段の職場とは異なる場所で仕事をしながら地域の人と交流したり地域の魅力に触れたりすることのできる取り組みで、新型コロナウイルスの感染拡大でさらに注目が集まっています。今回のきのくに21はワーケーションに関する和歌山県の取り組みを紹介します。まず和歌山県情報政策課の桐明課長にワーケーションプロジェクトを展開する背景について伺いました。和歌山県ではですね、企業誘致、特に避難地域だと IT 企業の誘致というものを平成10年代から取り組みを展開してきました。そういった中でですね、平成27年度ぐらいから徐々に IT 企業さんの進出があったんですけれども、もっともっとそれを力強く加速させていくという観点で、実際にサテライトオフィスを設けていただく前に実際にこの最高のロケーションを見ていただいてお仕事をしていただく、一時滞在でお仕事をしていただくワーケーションという海外の、そういう取り組みがですね、に気がつきまして、ぜひ企業誘致の前段階としてワーケーションをぜひ和歌山で体験いただこうというのが一番スタートとなっています。今劇的にですね、働き方改革というものが大きく進んでいる状況の中で、本当に今働き方、また生き方みたいなものがですね、全国で社会全体で新しい変化が起きようとしていますので、そういった中で和歌山が全国の自治体に先駆けて推進してきたワーケーションというのも一つ大きなですね、解決策になると考えておりますので、これからもですね、和歌山のワーケーション取り組みをぜひ全国の方に知っていただいて、最高のロケーションでワーケーションを体験いただけるようにPR 営業を頑張っていきたいなと考えております。和歌山県ではワーケーションに関心のある企業や働く人向けにサービスを提供する事業者の登録制度を創設しました。ワーケーションをコーディネートする事業者や宿泊施設、観光や交通関連事業者など県内でワーケーションを受け入れる事業者を募集して登録し、和歌山ワーケーションネットワークスとして県のホームページで一元的に情報を発信しています。和歌山ワーケーションネットワークスについて桐明課長に伺いました。ワーケーションの受け入れに非常に地元の方々も積極的に取り組んでいただいています。そういったものをですね、和歌山県のホームページ一覧でお見せすることによって、県外の首都圏であったり京阪神の方が和歌山でワーケーションやってみたいけどどういうとこがいいんやろっていうのをですね、和歌山県のホームページで一覧で見て一番ベストな施設をご利用いただける、そういった形で今、和歌山県のホームページで事業者さんをご紹介しています。新型コロナウイルスの感染拡大によってですね、観光産業も大きな影響を受けられて大変ご苦労されているというお話ございます。またですね、観光においてはなかなかオンシーズンとオフシーズンの差といったところもございますので、そういったところでですね、新しい、お客様というものをですね、この特にビジネス客ですねというものをワーケーションで、誘客したいと思っており、そういったですね、観光産業、またそれらの周辺産業もですね、経済効果というところをぜひワーケーションで、増やしていきたいなと考えております。こちらは県内有数の観光地、白浜町。白浜町が整備したビジネスオフィスを活用して事業を行う IT 関連企業が増えています。一方、ワーケーションを行う人のためのスペースを提供する施設も増え、白浜町はワーケーション先進地として注目を集めています。この白浜町でワーケーションについて理解を深めてもらおうという催しが令和2年10月2日間にわたって開かれました。ワーケーションリーダーズサミットと題したこの催しは和歌山県が主催したもので、県内外の企業や自治体の関係者が参加しました。その模様はインターネットでライブ中継されました。開会宣言として三坂知事がビデオメッセージで挨拶しました。
皆さんはそれぞれ立派な社員さんを抱えておられて、そしてその方々が頑張っておられるわけですけれども、やっぱりたまには普通のオフィスではなくて非日常の世界の中でみんなが集まって、あるいは単独でですね、そういうお仕事をしてみたら、これは生産性も上がるしですね、モチベーションもきっと高まるぞというふうに思うわけでございます。実は和歌山の特に白浜地域というのは大変便利なところでございます。首都圏から羽田からですね70分で飛行機で飛んでこれますし、飛行場の下は皆さんよくお分かりのようにもうすぐ温泉地でありリゾートでございます。それから関空からも約90分ぐらいですかね、ぐらいで自動車で来れるし、それから新大阪から自動車でも、それから電車でもですね、2時間ぐらいで来れるんじゃないかというふうに思います。でそういう意味ではなかなか便利。それから通信環境、これが一番大事なところだと思いますけれども、これは和歌山県大変自信があります。このプロジェクトを始める前からですね、ブロードバンドはものすごく整備してまいりましたし、それから災害に強いナハブネットというところに進化をしております。さらにですね Wi-Fi、これは最近ですね特に力を入れまして、Wi-Fi の普及率では、日本で、2番目だというふうに言われるぐらい、あちこちに、ちゃんと利用できる環境が整っております。それからもちろんワーケーションでございますから、お楽しみがないといけない。なぜそこにいらっしゃる白浜にいらっしゃる方はよくお分かりでございますけれども、海があり、きれいな川があり、緑があり、そして温泉があり、おいしい海産物や果物があり、それからさらに、高野熊野の世界遺産があり、それから神社仏閣その他いっぱいあるし、白浜にアドベンチャーワールドでパンダもいっぱいいるというようなところでですね、例えばご家族を連れてお越しになる場合もなかなか楽しいと、仕事もしたら楽しいしお遊びも楽しいということだと思います。それから最近ホテルであるいはオフィス、そういうところでもですね、どんどんこの動きに合わせてファシリティを提供するということも始めておりますし、それから今 IT 企業が実はサテライトオフィスをこの地域に作ろうという動きが随分盛んになってまいりました。したがって皆さんがワーケーションでお越しになった時も、その一流のその IT 企業が、ここにいらっしゃるわけですから、一緒にコラボしていろんな仕事ができるということをやりやすいんじゃないかなというふうにも思う次第でございます。いろいろ始まったばっかりのワーケーションでございますけれども、皆さんの会社でもですね、いろいろこれからの経営戦略を考える上でぜひこのワーケーションを考慮に入れて、戦略を考えてくださいますように心からお願いを申し上げます。三坂知事のビデオメッセージに続いて、共済団体の5年後の働き方コンソーシアムの活動が紹介されました。コンソーシアムは働く場所や滞在する場所、仕事などを提供して新しい働き方を提案しようという5つの民間企業で構成する団体で、令和2年1月に活動を始めました。団体の中心的な企業の代表大瀬良さんに、ワーケーションの現状や和歌山県で催しを開催する意義などについて伺いました。コロナウイルスの拡大に合わせてですね、テレワークの普及がくしくも広がっているという中で、自宅で仕事をするのではなくて、何かこう地方の自然と一緒にですね仕事をしたいというニーズは高まっているなというふうに感じますし、GoTo トラベルキャンペーンの影響もあって、旅をしながらですね、その先で仕事をするということもですね、実際に利用者増えているなという実感があります。
和歌山県がですね、まあ、県そして企業そしてまああの皆さん住民の皆さんも含めてとワーケーションというキーワードに非常に関心を持っていただいてそしてこのワーケーションというキーワードで、町がですね少し元気になるんじゃないかと期待を持っていらっしゃるその熱意を非常に感じています。元和歌山のこのワーケーションの取り組みというのは、まあ、どこを打ってもですね非常にあの満足度が高いというかレベルの高い状況でして、僕たちとしてもこの和歌山で開催することでお越しになった皆さんが喜んで帰ってもらえるワーケーションに体験していただくということをですね、もともと確信がありまして、まあ、そういうことでワーケーション和歌山で開催することになりました。サミット初日は3つのパネルディスカッションが行われました。最初のパネルディスカッションのテーマは和歌山でのワーケーション事例です。県内でワーケーションの事業を展開する企業の関係者がそれぞれの取り組みを紹介しました。このうち東京に本社を置く不動産会社三菱地所株式会社は白浜町が整備した白浜町第二 IT ビジネスオフィスの一角を借り受け他の企業などに貸し出す事業を展開しています。我々がこの和歌山の地でやりたいことですねやっていることこちらに記載させていただいてます。和歌山県非常にいろいろな魅力的なコンテンツがある町だと思います。地元の方々も非常にやる気があって自治体の方々も非常に積極的一方で東京にいる企業ですね我々の主な顧客ですお客様ですねこういった方々は一方で新しい働き方を通じてイノベーションを起こしていきたい両方とも補完性があるニーズを持っているというのを我々は認識しています。問題はこれをどういうふうにつなぎ込んでいくのかこの役割が必要なんだと思っています。我々はその役割をしっかり果たすことによってですねこちらちょっと青臭い言い方になるかもしれないですが地方創生と日本経済の成長こんなものを実現していきたいと思っています。そして当然ながらその前提としては働く皆さんそれから地元の方々の幸せ幸福感というものが大前提にあると思っています。これをどれだけ作れるかこれが我々のチャレンジだと思ってください。和歌山県と白浜町は平成30年8月に白浜町でのワーケーション事業参画に関する協定を三菱地所と結びました。こちらが三菱地所に貸し出されている白浜町の平草原公園にある白浜町第二 IT ビジネスオフィスです。三菱地所はこの2階の一室をワーケーションサイト南紀白浜と名付けて都市圏の顧客企業に提供しています。リゾートをイメージしたインテリアが備えられているほか新型コロナウイルス感染症の予防対策として設置したアクリル板の台座には奇襲材が活用されています。事業をスタートしておよそ1年、顧客の企業に好評だということです。非日常感ですとかワクワク感っていうところをすごく大事にしてプロジェクトを育ててきたんですけれども、そのご利用のお客様はもう皆さん口を揃えて本当にいい体験だったと、ぜひこれはやってもらわないとわからないっていうところでまずは体験してほしいっていうのはすごくいただけますし、逆にすごく印象的だったのがやっぱりその東京のオフィスだと人間関係も自分自身の在り方もある意味固着化してしまっているので新しい側面を見せる機会っていうのが実はなくなってしまっている。でもこう場所を変えてちょっと服装もカジュアルになって海と空を眺めると普段と違う自分でコミュニケーションができるので、もう何年も一緒にいるはずの同僚のこんな新しい面を知ることができたですとか、普段東京のオフィスでは話せない一歩突っ込んだ議論ができたみたいなお声もいただいているので、本当にその質的なところで皆様質の高い働き方をしていただけているのかなというふうに思っております。2つ目のパネルディスカッションではワーケーションをすでに導入している先進企業の実例が紹介されました。白浜町にサテライトオフィスを開設している外資系 IT 企業、不動産検索サイトの運営企業、それに外資系の生活用品メーカーの担当者がワーケーションに関する取り組みやワーケーションがもたらす効果などについて意見を交わしました。このうち
外資系生活用品メーカーの日本法人で取締役を務める島田さんは、集中力や創造性が高まるとワーケーションの魅力を強調しました。和歌山県とゆかりがあるという島田さん自身もワーケーションで白浜をたびたび訪れているそうです。いつもと違う環境にやっぱ身を置くことによる予測もしてないレベルのですね、やっぱり開放感と、それからなんて言ったらいいのかな、自由度と、違う人とのつながり、こういったものがもたらすね、やっぱりアイデアが湧きやすくなるとか、集中しやすくなるとか、あとは先ほどのお話にも含めてたんですけど、そのポジティブな感情が生まれることによる効果ってやっぱりあるんですよね。個人的にはですね、祖母が和歌山出身っていうこともあって、勝手にご縁を感じているっていうことのみならず、白浜空港は、白浜は1時間で来れちゃうんですよね、羽田からね。これはやっぱりものすごい魅力で、移動が短いとか、比較的すぐ来れる来やすさ、行きやすさっていうのは一個ワーケーションが聖地、ここが聖地だねって言える一個の条件だと思うんですよね、そういう意味の利便性と、あとは空港から、例えばこの場所も7分で来れるとか、そして今回もそうですけれども、きちんとこの、コロナ対策というものを街全体で取ってて、ホテルでも取ってて、安心さがある。で、どこででもこの Wi-Fi がつながる、電源がある、で温泉もある、もう魅力しかない。ご飯も美味しい、人も優しい、もうなんかお土産から何から何買ってってもみんなに喜ばれますし、お酒は美味しいし、やってみないとわからないことなので、これっていろんな説明もできるし、いろんなこと伝えられますけれども、まず一回やってみるっていう、なのでそういう場を多く持ちたいなと思ってますね。なので私は今自分のチームメンバーには早く行って行って、もうどんどん行ってって言ってます。この日3つ目のパネルディスカッションでは、 JR 西日本の関連会社やインターネット関連のサービスを提供する会社などの関係者が、ワーケーションを根付かせるための取り組みや課題をテーマに意見を交わしました。パネルディスカッションの後はテレワークタイムです。参加者はホテルのロビーや白浜町内にある施設で書類の作成やオンラインでの会議などを行っていました。こちらはワーケーションで白浜町を訪れる人が仕事をするために共同で使うことができる場所、コワーキングスペースを提供している宿泊施設です。ワーケーション受け入れ事業者として和歌山ワーケーションネットワークスに登録しています。キッチンやダイニングルームを備えたコンドミニアムタイプの客室や、シャワーやトイレが別になった一部屋に2人以上が宿泊するドミトリータイプの客室があり、以前は中長期に滞在する外国人が多く利用していました。パソコンを使って仕事をする人も多かったことから、客室やロビーをコワーキングスペースとして提供する取り組みを始めました。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、外国人の利用はほとんどなくなったものの、関東方面からワーケーションで訪れる人の利用が増えているということです。ワークルームの中には一応シェアのワークデスクと、それからミーティングルーム、それから和室の、ちょっとしたお座敷的な和室のワークスペースでも設けてるんですけども、そちらの和室なんかでしたら地域の方々に、
お茶の教室であったりとかお花の教室であったりとかそういったワークショップ的なことでもご利用いただけたらなっていうふうには考えております。で、そういうワークショップ的なところが宿泊に来られたゲストと交流していただいて、そこでワークショップに参加していただくというのもちょっと楽しいかなっていうふうに考えてます。ワーケーションで訪れる人と地域の人との交流の場として施設の利用の幅を広げるとともに魅力的な観光スポットが多い紀南地方ならではの新たなサービスも検討中だということです。仕事の合間のリフレッシュとしてこちらの施設ではワーケーションリーダーズサミット2日目の朝にヨガ教室が開かれました。ワーケーションのうちのバケーションです。心と体を癒してもらおうと企画されました。サミットに参加した人たちやサミットの運営スタッフがヨガに取り組みました。ゆったりとした音楽が流れる中、参加した人たちは次の仕事に向けて心と体をリフレッシュさせました。ワーケーションリーダーズサミット2日目の午後、最後のプログラムはワーケーションを実践している全国の企業と地域が具体的な事例を紹介する企業と地域の共同型ワーケーションマッチングです。静岡県、長野県、長崎県、徳島県、岩手県での事例が紹介され、会場とオンラインをつないだ意見交換が行われました。サミットにはワーケーションの受け入れや社内へのワーケーションの導入などを検討している人が参加していました。こちらは一般社団法人那智勝浦観光機構で観光振興に携わる堀さんです。今後の取り組みの参考になったと話します。すごいあっという間で全てのお話が興味深かった。とても具体的なお話だったと思います。私ども戦略の一つが長期滞在型の観光地になるというのが大きな戦略の一つでして、今回今日のサミットの中でもそのロングステイですとかそういったことに関わるお話もありましたので、本当に親和性が高いなと思っております。私ども那智勝浦町は、50% 弱が60歳以上の高齢者であるという人口比率でして、またどんどん人口が減っていくというのは本当に大きな課題です。今回ワーケーションを将来的に町で活発にやっていくことによって関係人口、交流人口を増やしていき、街を潤っていけたら、潤すことができたらいいなと思っております。ヨガ教室に参加していた谷さん、海南市で会社を経営しています。サミット期間中、白浜町の宿泊施設ゲストリビングムーの玄関を飾っていた竹を使ったイルミネーションは谷さんの会社が手掛けました。全国からいろんな企業さん来られて、すごく和歌山白浜町に対してのすごい関心という、その興味の高さっていうのはすごい肌身ですごい感じましたし、なんかそのすごくこの観光の中でそのお仕事ができるで、仕事のその中での効率であったりとか、企業さんのこうプラスになるような営業利益というか、そういったところビジネス的にもすごいチャンスがあるっていうところの声を聞くので、ああすごい和歌山すごいなっていうのは感じました。事務所とかの中にいるよりもこういったこう自然豊かな場所でこうそういう空気感を感じながらお仕事ができるっていうのはすごくなんか贅沢なことかなと思います。逆にそれがこう今のこの状況の中で利用できるというのはすごくなんかチャンスかなって思いますし、はい、なんか可能性すごく大きいなって感じています。大手コンピュータメーカーの関連会社に勤務する森本さんは、社内へのワーケーション導入や地域活性化への貢献について提案したいと話します。
私の方は県内で仕事をしておりまして、で白浜町様にも仕事で来ることがあって、まあ、先週もちょっと来させていただいたんですけど、その時にちょうどこういうイベントがあるっていうのを聞いて、これを社内のコミュニティで発信して、皆さんにその本社からここで仕事していただけたりすればいいのになと思って参加させていただきました。いろんな企業さんの課題であるとかがすごい分かりまして、でそれを社内の方でも発信できたらなと思いました。あと地域との 関わりであるとか、地域の活性化についてもすごい話されてたので、うちの会社でも地域に貢献できることがあるんじゃないかなというのも思いまして、すごい良かったです。最後に和歌山県情報政策課の大谷さんから県民の皆さんにメッセージです。和歌山ワーケーションプロジェクト、今後ですね、全国に対してどんどん和歌山県のワーケーションの受け入れというものを PR していって、都会の方、また別の地方の方、企業の方、個人の方、いろんな方にワーケーションに来ていただいて、地域の方とつながりを持っていただいて、どんどん地域を、県を活性化させていきたいと考えております。やはり都会の方が来ていただけると、地域の皆様にとっても刺激になると思いますし、当然経済の活性化につながることも考えられます。和歌山県にとってプラスとなる事業であると考えておりますので、また都会からワーケーションに来られた方の受け入れに関しても皆様のぜひご協力をお願いしたいと思っております。1月24日に放送された紀の国21大戸山県立自然公園におきまして、自然公園の利用にあたっては動植物、昆虫や魚などの水中生物も含めて傷をつけたり持って帰ったりしないでくださいとお願いいたしました。ところが法的に正しくは国立国定公園も含めて自然公園の中では採取等をしてはいけない場所、採取等に制限がある場所、それから採取等をしても問題がない場所があります。何もかも全面的に禁止ではございません。誤った情報をお伝えしたことをお詫びし訂正いたします。なお、これとは別に特定の動植物については国や県や市町村が天然記念物に指定し採取を禁止しているものもあります。このため今回特集した大戸山についてはその山頂付近で南紀セダカコブヤハズカミキリの採取を禁止しています。また大きな樹木を伐採するとか遊歩道、作業道を設けるとか長い間回復が難しくなるような現状変更をしようと思われるときはその是非を県自然環境室の方にご相談ください。